松戸へ行くにはここで山手線に乗り換えて上野の2つ前の日暮里まで行かなきゃならないの。日暮里来たわよ。これ乗る。ここで常磐線に乗り換えるわけだな。日暮里から松戸までは17分か。井内さん、もうダメだわ。ん？ここまで来るのにもう1時間以上経ってるもの。西国分寺から松戸までどんなに少なく見積もっても1時間20分はかかってしまうことになるわ。そういうことね。あの日、めぐみさんは16時20分過ぎにマンションを出たから西国分寺で16時30分であの電車に乗ったはずだわ。で、松戸に着くのが17時50分過ぎ。でも日立124号が松戸を出るのは17時47分なの。ということは彼女が松戸の駅へ着いた時にはもう日立124号は上野に向かって出た後ってことになるわ。参ったな。ああ無駄骨折ってしまったな。うんうん。電車？あれ武蔵野線。武蔵野線、うん、そいつはあの松戸の近く通ってなかったか。松戸の近く？通ってる。ゆうじさん、ほら同じ常磐線の松戸から三つ先の新松戸を通ってるわ。うん、今西めぐみは武蔵野線に乗って松戸へ行ったのかもしれない。ええ。問題はだね、それで彼女が日立124号に乗れたかどうかだな。ねえ、あの時の時間に合わせて試してみましょうよ。うん。うん。この時間なら今西めぐみも間に合ったはずだよな。ええ。はい、来た。松戸へはどうやって戻るんだ。常磐線と相互乗り入れしている地下鉄千代田線の電車で戻るの。来てる。うん。124号何番線だ。3番線。よし、3番線ご注意ください。特別急行列車三号上野行きになります。3番線ご注意ください。何やつ。特別急行列車三号上野行きになります。通常の車の上に特別急行列車三号上野行きになります。3番線ご注意ください。